と約束しただ。痩せ我慢も大概になさってください。ただでさえ今のあなたには血が足りていないのですから。笑っている場合ですか。そうだな、すまない。心にもないことを。さあ帰りますよ、政宗様。
宗様、聞いておられますか。
昔の夢を見た。昔ですか？まだ子供の頃のことだ。右目のことで落ち込んで、お前と重実に励まされた時の。ありましたね、そんなことも。特に昔のあなたは泣き虫でしたから。いえ、今もさして変わりませんか。なぜまたそのような夢を。あの頃お前はずっと言っていただろう。いつかお前たち以外にも俺の目を受け入れてくれる奴が現れると。ええ、申し上げました。正直言って嘘だと思っていた。その場しのぎの慰めだと。だが結局お前の言う通りだったな。私はあなたに嘘は申しませんよ。まさか最初からこうなることを見越して、先にあいつが女と気づいても黙っていたんじゃないだろうな。さて、どうでしょうね。重実だけを働かせるのもなんですから、私も様子を見てまいります。いいですか？勝手に出歩いてはいけませんよ。まったく、いつまでも子供扱いして。いつまでも子供ではいられないし、いるつもりもない。性別のことはともかく、あいつを他と違う意味で意識し始めたのはやっぱりあの時からだったんだろうな。